今回はワンピースの中で一番人望が厚いキャラは？に対する読者の反応集をご紹介します。皆さんの意見もぜひぜひコメント欄で教えてください。それではどうぞ。難しいかもね。一味からということであればフォクシー。いい線いってる。ボンクレイ。少し考えればわかるよ。ジンベイは？ジンベイなんか目じゃない。フォクシーってゲームで奪った人員ばかりだろうにまとめてるのすごいよな。やっぱルフィじゃねえの。ミホークに言われてたし。一匹狼が人望の話したところで、説得力皆無じゃん。白ひげ。けど白ひげは息子に刺されるし、息子に殺されたからな。地味にカイドウなんかもあり得る。正解は、ドンクリークでした。グランドラインに入るほどの海賊なのに、懸賞金1700万ベリーという安さ。なのに配下は5000人もいるという人望のみで大海賊団を作ってる。バギーじゃねえの？あいつ今大海賊団なんだろ？それでも5000人はいかない。モリアのゾンビですらせん、ドンクリークはその2倍？自分を慕ってる人だけで対抗バトルしたら誰が勝つんだろ。ガークかな？ルフィさんも大量に部下を作ってなかったか？あれはそれぞれの船長が勝手に慕ってるだけ。それらの船員はいやいやだよ。組織が大きければ人望あるとは限らないでしょ。大企業の社長しかり、国の代表しかり。餓死するほどに金もねえ強さもねえドンクリークさんが、それでも5000人束ねれたのは人望だよ。ここまでドラゴンが上がらないのか。読者からの人望がなさそう。海軍のあいつ。顔が怖くて海の線路でゾロと戦ったやつ。ティーボーン大佐は強いからね。人望じゃないよ。ここであえてドルトンを押す。アラバスタとドラム王国って、どっちが人口多いんだろ。寒い国よりは暑い国の方が人口多そう。ドンクリークが束ねた5000人はドンクリークより、弱いんだから強さで束ねたも同義だろ。考えてもみろドンクリークは全身武器を追ってて、ゴムゴムの大槌で防具貫通させられたら、一発で倒れるほど貧弱なんだよ。防具がなきゃゴムゴムのピストルで倒れる可能性だってある。つまりドンクリークが他の部下より弱い可能性だってある。誰もウソップにかなわなくて笑った。現実になる嘘だってどうしてわからないかな。なんだかんだお前らってワンピース大好きだよな。最序盤の最序盤しか読んだことないけど、もっと読めばよかったかな。普通に面白かったし。そもそも懸賞金って強さではなく危険度なんだよ。5000人もの大海賊団なら本来、船長がどれほど弱くても、危険度が高いからドンクリークの懸賞金は上がるはず。なのにドンクリークは1700万ベリーしかついてないんだよ。つまり政府から5000人もの部下がいることを加味された上で、クソ雑魚扱いされてるのよドンクリークは。つまり最弱すらあり得る。つまり人望でのみ5000人を束ねてる。800万ベリーの伝説の男バギーさんを舐めんなよ。矢沢的展開で信者を集めてるぞ。ちなみにオーロンブスとかいう4400人の部下を連れてる、大海賊団船長の懸賞金は1億4800万ベリーな？この時点でどれほどドンクリークが、政府に弱者と見られてるかわかる？ドンクリークはそれだけ貧弱なのに武器と防具で頑張って、あれだけズタボロにされたのにもう一度トライするガッツあるとか、メンタル強い。防具がなきゃ一撃で倒れるほどの貧弱だからこそ、あの5000人もの人数を束ねれたのかもしれないね。1トンくらいの大戦争とかいうやり？振り回してなかったっけ。力持ちなのと弱者ってのは相入れないわけじゃないよ。ボディービルダーが風邪をひきやすいことと一緒。ドンクリークは力と武装に全振りしてるけど、特に防御が弱いわけじゃない。序盤とか特にほとんどの敵がそれまでダメージ受けてなくても、最後の1発だけでやられてるし。そりゃ防具つけてるからね。ここまでウルージさんないとか、ビップ終わったな。これ、ここまで出てなくて逆にびっくりしたわ。ジョン君がウルージ言ってるから、嫌になっただけやろ。戦闘員じゃないと可能性。イーストブルーだとドンクリークは最強の部類でしょ。懸賞金も最高の部類。ドンクリークが弱い。弱くても部下が多いは人望が厚い。どちらも当てはまらないよ。イーストブルーの中では一番高いってのは反論にならないよ。〇〇の中じゃっていうのは主観でしかないから、それならチョッパーは、ドラム王国の中じゃ一番懸賞金が高いって言えるよね。論点は部下にどう思われてるかでしょ。ドンクリークの部下はほぼイーストブルー出身のはずだから、イーストブルーの価値基準で考えるのは当然のこと。そのイーストブルーの基準で考えればドンクリークは、運強くて懸賞金の多い恐怖の対象なんだよ。それはあくまで海軍から見た海賊のアベレージであって、電電虫や新聞という伝達網がある以上、懸賞金の情報はある程度わかるはずだよ。和の国のような鎖国ならわかるけど、グランドラインにはドンクリーク1700万の200倍の懸賞金がいることはわかってるし、何よりドンクリークが恐怖の対象になるのは市民であって、志願した船員じゃない。ドンクリークによる強制された船員ならわかるが、
5000人束ねる大変さは構成員が強くても弱くてもそんな変わらんし、多分自分より強い銀まで配下にいるからなかなかの男だな。ルーキー編でウルージ大人気だったな。煽っても膝をついてやり過ごすから手の打ちようがなかった。クリークファンに見せかけたにわかアンチだろ。グランドラインを再び目指すという意見に反論した部下を銃で撃ってる時点で恐怖で統率してる要素がある。その上で部下はルフィに負けそうになった時、ありえないと言ってクリークの強さを信じていたから人望もあるとは思うけど。ゼフ、銀に人質に取られる。パール3、銀が倒す。サンジ、銀が倒す。ドンクリーク、銀がとどめを刺す。言われてみるとそうやな。その視点で読んでなかったから草だわ。これもう実質銀が海賊王だろ。確かによくよく考えると、ルフたち誰も倒してない。手負いとはいえサンジを貫通した、銀って相当強いよな。クロービーよりちょっと強いぐらいはありそう。アーロン海賊団の幹部より懸賞金は上みたいや。戦った時点では普通にサンジより格上だと思う。なんなら銀も死ぬほどの空腹から、回復したばっかりだしな。銀って頑張れば2億くらいいけそう。なんで再登場しないんや。なんならクリーク連れてきたのも銀やし、何がしたかったんやこいつは。サンジとかいう飯を食わせただけで、ドンクリーク軍団を壊滅させた男。クリークも何の能力もなしに1トンの槍軽々振り回すし、絶対この二人余裕でグランドライン通用するよね。まあ通用しないレベルならミホークさんが、暇つぶしとはいえ追いかけないだろうし。クリークって RPG やらせたら序盤でレベル上げまくって、装備万端にしてからじゃないと進めなさそうだよな。入って早々七部会に出会うクズ運がね。最強格の鷹の目が悪い。片手でパピが乗る戦闘船を止めて、放り投げる怪力だしな。今の麦わらの一味でもそれくらいの、力技できるのはゾロくらいだろ。クロスギルドでコックしてるらしい。ドンクリークって、銀がとどめ刺したんだっけか。ルフィにバズーカされて錯乱したのを、銀にトンファーで殴って止められたからとどめは銀。やべえ全然覚えてねえ。ジェフがルフィの戦い見ながらサンジに、これが命を懸けた戦いだぞみたいなこと諭してたのは覚えてるけど。今やイーストブルー編で一括されてるという。以前はバラケー編とか言われてたのに。ルフとドンクリークが共倒れになった時点で、まともに戦えるのも銀だけだし。こいつにちゃんと戦う気があったら、普通にドンクリーク海賊団の勝ちだったよな。まあこの船奪うのはやめときましょうとか、普段着たこと言わなかったらもっと楽勝だっただろうしな。パール相手にガード甘いところ狙うしかなかったサンジに比べて、ガードごとぶち壊した銀は当時格上感あったわ。ドンクリは無駄に人増やしすぎやろ。でもでっかい海賊船あったら、人集めちゃうよね。そのせいで食料尽きた説。そういえば食料尽きる前に、雑魚どもを海に捨てて節約したらよかったのにな。そう考えると、ボスとしては良いやつやな。確かにやりたい放題で草生える。そもそもドンクリーク連れてきたのもこいつやんけ。ドンクリークの大船団をスパスパ切るのって、正直楽しそうよな数多いからキリガイと全滅させた時の達成感すごそう。こいつミホークに合わなかったら、最悪の世代扱いされてたやろ。ベッジもグランドライン入る前は、クリークくらいの評価だったんやろな。サンジのまともな戦闘がボンクレイまでなかったことを考えると、実力も横ばいになるからバロックワークスでも相当上位までいける。